久しぶりにね、アドバンス版のドッジボールまだやったことないんです。まあ同じですけど、ファミコン版とね。ちょっとどうちゃうか、どう違うかっていうと、まあ同じでしょうけど、まあ多少なんかちょっと違うと思うんですよ。これですね。ファミコン版をリメイク、ね、あれですから、移植してるから、まあ同じだと思いますけど、難しい。なんか、まあ同じですけどね。これね、相手のね、選べんですよね。いいか、これで。これが AB ボタンやな。グラフィックをファミコン版よりアドバンスの方がなんかちょっと変になってる感じはあるな。変になってる感じありますね、ちょっとね。難しいモードなんでちょっと受けますよね、時ね。うわ、強え。めっちゃ受けるやん。ああ、アッパーシュートや。グラフィックはファミコン版よりちょっと変になってる気するな。ああ、アッパーシュート出てないのに当たってるやん。あいつ一発はやられるんですよ、アキラはね。ああ、しまった。やばい。出ない。うわ、花園高校でこんな手こずる？ファミコン版よりもずくなってる気するな、なんか。必殺技も出にくいしね。うわ、やばいやばい。国を死んだやん、おい。うわ、マジか。これ、ファミコン版よりムズなってるよ。難易度上がってるよ。ここまでムズくなかったやん、ファミコン版は。はい。あれも一つのテクニックですね。ああ、やられた。死んだやん。花園でこんな手こずる？いつもならあっという間に決めてますけどね。いやー、これ難易度上がってますね、かなり。こんなに、しかも、時間かかるとは。あ、出なかった。あ、やばいやばい。うわ、受けられた。うわ、受けられた。うわ、マジか。うわ、やばいやばい。こんな手こずるとは思わなかった。初めてです、こんなにコテンパンにやられたのは。花園高校で。うわあ、あ、負けた。マジか、おい。これファミコン版よりもずくなってるよ。僕めっちゃ得意なゲームなんですよ、これ。やり込んでるのに。これはもう一回やんなきゃダメでしょ。これたまにね、国を入れない、力を入れないときあるんですよね。敵が。ボスを入れなくなるときがあるんですよ。これなんかこれしつこくこうやってやったらね。そうしたらボスと戦わなくて済むっていうね。
のもあるんですよね。でもなかなかでもないですけど、たまにね、ボス入れない時あるんですよね。その時はラッキーだ。ラッキーなんですよ。まあ、しょうがないか。何回もやってもキリないし。とか、めっちゃウケるなぁ。こっちの方が難しいですよ。やっと当たってくれた。あれ？なんじゃ？今 B 押してたのにな。あ、やばいやばい。あかん、出ない。さっさとも出ないしさ。うわ、マジか、おい。これ、格段に難易度上がってますよ、これ。ファミコン版より。うわ、マジか。あ、出ない。久々だも出にくくなってるしや。うわ、マジか、おい。うわ、やばいやばい。うわ。花園高校に勝てないはありえないでしょう。そうか、ゲームボーイアドバンスは難しかったんや。もう、同じぐらいですもん、体力もね。ああ、負けた。これはきついわ。二回やっても負ける？いやー、これショックですね。これ僕ね、うまい、得意なんですよ、このゲームね。こんな結果になるとは思わなかった。クリアできると当たり前に思ってましたから。いつもならね、ファミコン版難しいモードもクリアできる実力持ってるんですけど、最初の花園高校に勝てないってすごいですね。よっぽど難易度上がってますよ、これ。あら、これなんか受けにくくなってんですよね、ファミコン版より。かなり調整されてますよね、これ。ファミコン版よりだいぶ調整されてますよ、難易度が。すげえ難しくなってるもん。ハードバージョンって感じですよね。ああ、くそ、なんで あんなんが受けられへんの？受けにくくなってんですよね、しかもこれ。セザードも出にくくなってるし。最後に残った力がまためちゃ強いんですよね。ああ、やっと倒せた。やっといけました。今回余裕でしたね。いつもはこんな感じなんですよ。いつもやるとね。はい。ここはね、ロバートを入れちゃいけない。あ、入ってないですね。ロバート硬いやつなんで入れない方がいいんですよね。はい、ジェームス。一応、あれか。クイックセーブしておくかな。もう、またね、ゲームがなったらこれね、コンティニューないゲームですから、ステートセーブしといた方がいいんですよね。うん。ですか、ここはあれですね。貫通シュートの方がいいんですよね。固まってるんで。ああ、でも出なかった。貫通シュートの方がここは有効なんです。はい。固まってるから、こうやってまとめて当てることができるんですよね。貫通シュートだと。アッパーシュートでもいいんでしょうけど、貫通の方がいいですよね。どっちかっていうと。はい。
なんかある意味これ、花園高校よりこっちの方が弱いと思うんですよ。もう向こう終わりですもん、ほとんど。終わりました、はい。余裕でしたね。はい。ここはね、ムハマドを入れちゃいけないんです。めっちゃ硬いんで、ムハマド。ここの面、あ、これいいね。あー、ボスいないのか。でも、ムハマド入ってるけど、まあいいか。ボスいないのラッキーだからね。ボス強いから。うん。ヘッタ、ムハマド、サッタール。クサッタールですね。クサッタールとよく言ってましたけど。もう雑魚ばっかりですから。スタザザもあんまり売ってこないですし。非常に楽なんです、こっちの方が。でも、ムハマドが超硬いんで、そこはちょっと鬱陶しいだけですからね。受けられた。出なかったな。ここはまあ貫通とかよりジャンプシュートの方がいいですね。でもボスが外野にいますもんね。ちょっとなんか笑えますね。外野に持って行かされたというね、ボスは。あ、でも打ってくるんや、必殺技。ああ、しまった。取られた。今のは完全にパスミスですね。そう、インドってこういうね、まやかしでパスするのが得意なんですよね。鬱陶しいんですよ、時間かかるだけで。腐ったある死にましたね。はい。あー出なかった。あーやばい。まあまあボスがいなければなんとかなるんですよね、ここは。あー今ハッパーシュート出たけど当たんなかった。この面で一番時間かかるんですよね。なんかダッシュしてパスする意味がわからんねんけど、敵。ああ、しまった。なんか受けにくいな、やっぱな。ああ、もう何をやっとんねん、早く。そう、ムハマドはね、必殺技食らっても2しか当たらめてくれないんですよ。めっちゃ硬いんで、石ですから。石みたいなもんですからね。画面がちらつくところまで移植されてるんですね。ですから、2しか食らわないから。最強の防御力持ってますからね。あ、受けやがった。あ、出なかった。あかん、当たらん。あれはここの辺時間かかるんですよ、敵が硬すぎるから。ヒットポイント少ないですけどね、敵の。あかん。全然当たらないやん。技出ないですよ、おい。あ、出ない。あ、しまった。今の、ポーンってやって、バーンってやればよかった。これね、この攻め方。
この攻め方。くそ、必殺はなんで出えへんねん。全然出ないやん、必殺技。これ全然出ないやん。難しいは出にくいんですよね。優しいが一番必殺は出やすいんですよ。必殺技出る条件がシビアになってるんですよね。難しいになると。あかん、全然出ない。時間かかるんよ、出なかったら。なんで出ないよ。こんなんじゃねえ。全然面白くないやん。出たけど当たらないんすよね。出たら出たでね。あかんな。全然面白くないな、これ。だからインドって嫌いなんですよね。時間かかるから。ほら、もう、しかもこいつがおれば余計時間かかるんですよ。ムハマドがおれば。ボス入れた方が帰ってよかったかもしれんな。もっと早く済んだかもしれない、クリアするのが。タイムアタックでやるときは、この面はね、一番ね、問題なんですよ。一番時間かかるんですよ。タイムアタックでもう一個やるんですけど。タイムアタックっていうか、難易度優しいで、どれだけ最短でクリアできるかっていう、よく競ってたんですよね。競ってよく遊んだんですけど。その時はこの面は問題、一番問題の面だったですね。はい。ここはね、トロッセンを入れちゃいけないんですよ。入ってないですね。はい。トロッセンが硬いやつなんで。ここも貫通で固まること多いので。あー、出なかった。ここはボスのアイスっていうか、ワープシュートが一番強いですね。ワープシュートがね、あ、やばい。これ、ザコのジャンプシュートも結構侮れないですからね。そう、固まるんですよね、ここもね。だから、あ、そうや。クイックセーブするの忘れてた。ここでするか。一応ね、しときます。ゲームはなった時に、ここからやり直せるためにやるんですけど。このゲームもね、コンティニューできないんで、ゲームはなったら終わりですから。万が一のためにね、負けた時のために一応、クイックセーブはしときます。ああ、なんで受けられへんかったん、あんなん。そう、ああ、大丈夫、大丈夫だった。あ、そう、出なかった。ああ、やばい。なんか知らんからね、受けにくいんですよね。難度難しいわ。B 押してても受けにくいんですよ。多分ね、受ける時のアクションが短くなってるんでしょうね。もう普通とも挨拶よりは。おそらく、B 押しても。ああ、くそ。あれで、ここはね、貫通シュートが有効なんですよね。固まってることが多いですから。で、貫通シュート自体も操作できるんですよね。上下にこう、あれすればそっちに飛んでくれるんで、それをうまく利用してね、当てるんですよ。あ、くそ。ヘイルマン結構受けるな。あ、出なかった。あら、そうか。受けた時に後ろに下がって、こっちが取れたんですね、ボール。はい、こうやってね、やるんですよね。この攻め方が一番いいんですよね。貫通だと、こっちに戻ってくる率も高いですし。はい。で、受けてもあんな風にしてね、こっちのボールになるんですよね、うまくやれば。ほら。こっちのボールが奪えるんですよね。向こうが受けてもあんな風にしてね、滑って受け取れない。取れなくなるっていうか、それを利用するんですよ、うまいことね。はい。そうすればこの面はね、なんとかなるんですよ。ああ出なかった。ああ、しまった。なんであんな当たんの？あんなしょうもないボール。やばいやばい。難易度難しいわね。受けにくいんですよ、とにかく。なんか知らんけど。B 押してても受けられないんですよ。そこはよくわかんないんですよね。
まあ勝てそうですけどね。今日はスポーツスペシャルですね。あとボスだけですね。ボスはもうね、普通にこうやって戦います。あー、くそ、出なかった。あー、なんであんな当たんの。あんなしょうもないボールにワープショートやってくるね。よし、蹴れた。ワープショートはね、まああれ、しゃがんでてもね、避けれんですけど、しゃがんだらね、コンピューターが当たってまうんですよね、こっちの仲間の。避けたとき、避けてもね。だから結局一緒なんですよ。はい。勝ちました。中国は弱いんで、はい。ここはリーファンじゃないな、リーファンやったっけ？リーファンは入れちゃいけないんですよ。入ってないですね。ウェンハオ。リーファンやったかな？リーファンだったような気がするな。リーファンが硬いやつだった気がします。あ、入ってるやん。あ、ターウェイか。ターウェイや。ターウェイが硬いやつや。しまった、入っちゃったな。まあいいか、しょうがない。ここは弱いですからね。一番弱いぐらいですよ。あの、防御力は弱いんですよ、ここのチームは。あ、しまった。毛沢東が後ろにね、出てますね。毛沢東は僕ね、後ろのあの、やつが毛沢東だって知らなかったんですけどね、子供の頃は。最近知ったんですよね。で、毛沢東の存在自体は、まあ、子供の頃は知らないですもんね。大人になってから知りましたから。ここはまあ弱いんです。全然、もう、休憩みたいなもんですね。もうウォーミングアップみたいぐらい弱いです、ここは。雑魚チームですから。こことアフリカはめっちゃ弱いです。うん。でも受けるな、結構。あ、なんであんな当たんの？ B 押してんのにさ。全然技出ないやん。全然出ないやん。これ技出ないと話になんないんですよ。で、やるのはこっちの方がいいんですよ。この圧縮シュートの方がいいんですよ、ここは。全然出ないがな。出んと意味ないやん。はい、これ避けられるんですよ、しゃがんでたらね。うん。だから全然必殺シュートも怖くないんですよ、ボスの。全然出ないな。変更前に必殺技も出にくくなってる気がするな。当たった。やっと当たったやん、おい。で、帰ってくるのを利用して、当てるんですよね。あ、でも死んでもったら意味ないやん。あれ、帰ってくるのをさらにもう一回あれで当てるというのがね、作戦なんですよ。うん。クソ、出ない。あかん。技が出ないな。全然出ないやん。あかんな。なんで出ないかな。やっと出た。ここ防御力が低いから、必殺技シュートはめっちゃダメージが大きいんですよね。あ、やばい。こんな手こずるかな、中国で、ほんま。普段ここに手こずらないですよ。で、ウェンハオはね、ターウェイは硬いんですよね。で、これで、
あー、くそ、当たっ、全然やんか、おい。ちょっと近すぎたんかな。あれを狙ってね、当てるのがテクニックなんですよね。連打できるというかね、連打とか、あれか、連鎖か。連鎖で当てるんですよ、うまいことあれ使って。あれを利用してね。だから、この圧縮シュートが一番いいんですよ。中国って、なんていうのかな、仲間が当てられたらすぐ受け止めてね、ボールを持つという特徴があって、そうなった時にね、なんていうのかな、口で説明するのは難しいんですけど、あるんですよ、そういうパターンがね。それを利用するんですよ。口で説明するのは難しいんですけど、やり込んでる人しかわからないような、ちょっとね、特徴があるんですよ。これね、僕、ゲームで一番やり込んだゲームですからね。すべての、この世のゲームで一番やり込んでるゲームですから。まあ、自慢じゃないですけど、ファミコン芸人藤田さんより上手いです、これ、僕の方が。そこだけ自慢できます。ファミコン芸人藤田さんのプレイ、これ見たんですけど、クリアしてるところ、僕の方が上手いと思いましたからね、正直ね。それぐらい、得意です、僕のこのゲームはね。超上手いですから。もう、プロ級だと思ってもらっていいと思います。それぐらいやり込んでます。もうロックマンよりもスーパーマリオよりもストツーよりも、もう一番やり込んだゲームなんで、うん。このゲームほどやり込んだゲームないですよ。うん。まあそれでもちょっと下手そうに見えるかもしれませんけど、もう今腕落ちてますから、子供の頃はもっと上手かったですからね。うん。だって対戦しても誰で、か、もう、友達と対戦してもね、僕に勝てる人いなかったですからね。ずるいよっていうぐらいがね、強かったという、言いますから。だから、こう、ハンディキャップをね、したりして、やってましたから。うん。ハンディキャップで僕はね、二人にして、で、友達三人にするとか、そういうハンディキャップをやったりしてましたから、それぐらい僕強かったんです、昔ね。今、だいぶ下手になったと思います、本当に。腕が落ちてね。子供の頃はほぼ毎日のようにやってましたからね、このゲームね。一番やり込んだゲームですね。こんなにやり込んだゲームないってぐらいやり込んでます、このゲームは。いや、でもほんと下手になったと思います、今は。子供の頃と比べたらね。どんだけ下手になったかっていうのは。ちょっとね、中国にこんな手こずってるのは普通ありえないですからね。これ多分ね、アドバンス版ね、難しくなってますよ、これ、おそらく。全然違いますもん、ファミコン版と。こんなに時間かからないですよ、中国に。もうイライラするぐらい時間かかってますからね。なんでこんな時間かかってるかって言うと、必殺が出ないからですよね。はい、ここは難しいんで、ここはね、マレンコフを入れちゃいけないんですよね。うん。マレンコフは硬いやつなんで、あ、入ったらいけない。マレンコフ入れたらあかん。これはいいかな。うん。たまにボス入れないときあるんですけど、それはラッキーなんですけどね。まあ。はい、ソ連ですね。まあ今で言うロシアになりますけどね。いや、ここはボスにパスするからね。うん、全部。で、こうやって当てて、こうやって倒すんですよね。はい。これが一つの連鎖テクニックってやつで、これをうまく使えば、こう、なんとか勝てるんですよ。あー、くそ、なんであんな当たるかな。結構なんでもないシュートが当たってまうんですよね。クニョの方がいいですね、これ。うん、一回こうなったら重なってる時は一回はいパスするんですよね。ほんでで打ってこうやってやるんですよ。あー、しまった、出なかったやん、必殺技が。危ね、危なかった今。うまいこと避けたけど、
これ割と前の方いればね、当たんないんですよ。で、受けやすくなるんですよね。ほんで、こうやってボスにやってて、連鎖決めやすいんですよ。前の方にいる方がね、そういう特徴があるんですよ。ソ連独特の間合いっていうのがあって、それをうまく利用すれば勝てるんですよね。ここ本当はめっちゃ強い国なんですけど、うまくやればこうやってね、連鎖で倒せるというね。はい。はい、終わった。楽勝でしたね。はい。で、アフリカはそんな強くないんで、あ、ボス入れてない。これはラッキーやな。ただ、硬いビリマナいるけど、まあいいや。まあまあ、ボス入れててもね、ここはそんな強くないですけど、ボスの必殺ショットは全然怖くないですからね、この面はね。で、アメリカが一番強敵ですよね、やっぱり。この次のね。はい。で、ここの面はね、必殺技が出しにくい面なんで、下が砂になってて、出しにくいんですよ。出しにくいというか、出すにちょっとね、ちょっとこう、コツがいるんですよ、必殺技出すにはね。つうか、めっちゃ食らってるっすよ、俺。やっぱ下手になってるな、昔と比べたら。ほら、めちゃめちゃ下手になってるやん。だから、昔ね、うまかったっていう話を聞いて、信じられない人もいると思うんですけど、本当にうまかったんです、昔は。今がめっちゃ下手になってるだけなんですよ。でも子供の頃の自分と今の自分対戦させたら多分僕、負けますよ、今だったら。うん、それぐらい、うん。負けますよ、今だったらね。よく友達と対戦プレイしてね、コテンパンにやってましたからね。友達が全然面白くないって言ってね、怒るぐらいね。うん。つうか、やられてるやん、俺。ちょっと待って、やばいんちゃうの、これ。うわ、やばい。ちょっと待って。なんか受けられへんねんけど。ゲームアドバンス版。ちょっと待って。クイックセーブもまだして、ねえ。いや、ちょっとやばいやばい。ちょっとやばいって、ほんと。うわ、ちょっと待て。むずなってるやん、これ、アドバンス版。ちょっと待って。クイックセーブ、ここでするのもあれやもんな。ボスいないけど、やばいやん。必殺技も出ないしさ、これ間違いなくファミコン版よりも難くなってますよ、アドバンスの方が。全然違いますもん。ほらほら、受けられへんねん、なんか知らんけど。なんで ?P 押してんねんけど。うわ、やばいやばい。ちょっと待って、マジでやばいって。ここ弱いんですよ、めっちゃ、本当は。こんな手こずるような面じゃないんですよ。さっきのソ連の方が圧倒的に強いんですよ。おかしいでしょ。俺なんで受けられへんの ?B 押してんのに。あかんな、これ。これじゃあね、誰も僕はうまいこと認めてくれないじゃん。あ、やばい。あかん、やばいやばい。ほんとやばい。うわ、負けた。こんな状態になったら初めてですよ、アフリカで。ボスもいないのにさ。あー、クソ、下なんで出ないねん、おい、下だだ。うわ、負けた。ゲームオーバーになるとは思わなかったわー。これ、コンテナないんですよ。どっから?アイスランド?マジで?しまったなぁ。舐めてたな、俺。こっからか。うわ、めっちゃ戻されたやん。マジで?いやいや、ちょっとこれはね、意外な結果になってしまった。いや、アドバンスむずいっすね。全然違うもんな。ファミコン版の動画とね、見比べてもらったらわかると思うんですけど、こんなに手こずってないですよ、ファミコン版はね。
アフリカと花園じゃないわ。花園か。に負けたの初めてですよ。ゲームオーバーなったの。子供の頃がないですよ。初めての経験ですよ。まだアイスランドとかソ連とかにゲームオーバーなるのはわかるけど、アフリカとかね、アメリカとか、アフリカちゃうわ、アメリカか。アメリカとかアイスランドとかソ連にね、ゲームオーバーされたことあるんですけど。ここはね、まあワープショーとか怖いから、たまにやられるときあるんですけどね。一番難しいのは、やっぱりアイスランド、ソ連、アメリカですよね。このゲームは。それ以外の国でゲームになることってあんまりないですから。はい、勝ちました。まあ一応もうこれね、こまめにもうね、クイックセーブしときましょう。もうこれこういうことになるから。はい。タワーは入れちゃいけないですね。はい。硬いから。入ってないな。はい。いやー、舐めてた、アフリカ。舐めてたらこうなるってこともあるわ。あー、おい、早く取れよ、おい。今取ってたらね、向こうから帰ってくるので当てれたのにな、コンボで。あー、出なかった。これ、圧縮シュートをね、新一の圧縮シュートを使うのは、中国ではこれね、毎回これでコンボを狙うために使ってやってるんですよ。あ、くそ。当たらんかった。あれ、当たらんと意味ないんですよね。当たったらコンボ狙えるんですよ。出にくいなぁ。下座座も出にくくなってるもんなぁ。あ、くそ。こんな、手こずらないですけどね。あ、受けられた。やっぱ、むずくなってるね、これね。あ、間違いなくね。むずくなってるよ、これ。ファミコン版よりかなりむずくなってますよ。難易度調整されてますね、これ。全然ちゃいますもん。新一やばくなってるやん。よし、やった、当たった。ああ、早く取れよ、おい。そこで取らんとさ、向こうから帰ってこないからコンボ狙えないやん。で、こう帰ってくるのを狙って、こう、これでね、こうやって当てるんですよ。ちょっと今のは必殺技でやってたかったけどな、本当なら。で、勝ちました。はい。で、まあ、ここもちょっとまあ、負ける可能性あるんで、強いですからね、ここは。一応クイックセーブしときますね。はい。ここはね、マレンコフ入れちゃいけない。はい。硬いんで。はい。マレンコフ入れちゃいけない。はい。なんで入れるかな?これでいいか。うん。はい、ここはね、強いんで、はい。あかん、今のは食らうな。パターン的に、タイミング的に。あー、しまった!ジャンプシュートじゃなかったのか。ジャンプシュートしてこんとね、あれね、コンボ狙えないんですよ。あー、しまった。ちょっと今な、斜め下しにいたからな、コンボできなかったな。あー、くそ、取れんかった。クニオの方がいいんですよね。クニオの方が、なんつうの、ボールのスピードパワーがあるんですよ。他の2人と比べたらね。だから、コンボ狙いやすいんですよね。あー、あれ、受けんと意味ないんですよね。
コンボの偉いな。避けれたのはいいけど。まあ、コンボにこだわる必要もないんですけどね。勝てさえすればいいんで。なんとなくコンボ狙いをやっぱりやっちゃうというかね。ああ、しまった！ちょっと今のパターン的にちょっと良くないパターンやったな。ちょっと遅かったな、その前に出るのが。はい、続きやります。ああ、しまった！そうか、ジャンプシュートしてこないというパターンがな、あるから、たまに。ああ、すごい、あれ、なんで、やっぱ B 押してたけどな、なんで受けんかった。今回かなり手こずってるパターンですね。ああ、そうか。前に、ああ、だいぶ前にいればね、当たらない時あるんですよ、ああいうふうにね、結構。それで避けるというのもパターンですけど。連鎖狙いたければね、これ微妙なんですよね。微妙な位置、これぐらいで受けて当てな、あ、しまった、なんで投げとんねん、おい。B ボタン押してもたりなんか知らんけど、まず。この時はね、必殺してきた時はね、受けてもね、すぐにね、打ち返せない、あー、負けだ。打ち返せないから、あれなんですよ。うわ、やばい、ちょっと待って。ソ連も強いんですよね、ソ連ね。うわ、やばいやばい。なんで受けられへんかな。B ボタン押してんのにな。あ、OK、全滅や。いやー、むずいな。さっきと全然違いますよね。さっき楽勝だったのに。あかんな。今回ボロボロですね、今日ね。調子悪すぎますね。調子悪いというよりも難しくなってるよ、これ。間違いなく。イラつくぐらい難しくなってるもん。いや、もうプライドズタズタやで、ほんまに。プライドズタズタに気をつけられた感じやな。アドバンス版こんな難かったんや。ファミコン版のね、動画とね、僕のね、過去の動画と比べてみたら全然ちゃうと思います。めっちゃむずくなってます、こっちの方が。多分難易度的には外国版のね、ドッジボール並みの難易度上がってる気がするな。外国版のドッジボール難しいんですよね。難易度めっちゃ高いんですよ。同じくらい難しいですよ、こっちの方が。こんな受けないですよ、ファミコン版は。敵。こんな受けないですよ。ある程度食らいますよ。かなり難易度調整されてますよ、これ。ほら。ほんと、イラつくぐらい難しくなってるもんな。こうやって、このコンボを狙って、ボスを倒すんですよ、こうやって。あれがさっきね、狙っててもできなかったですからね、さっきのプレイでは。あれもちょっとある程度の間合いとかいろいろあるんですよね。うまいことこうね、パターンがね、合わないと、できないっていうかね。難しいんですよね。タイミングっていうのがあるんですよ。あ、しまった！ジャンプシュートじゃなかったか。ジャンプシュートじゃないとできないんですよ、あれは。コンボは。あー！コンピューター狙われた、今。で、当てて、あー、何しとんねん。あー、クソ、今、ちょっとな、もたもたしたから、こうやってやるんですよね。コンボ狙うと。今のうまくいきました。ボスの圧縮シュートでね、同じ技で今、コンボ狙いましたね。危ね。今度は勝てそうですけど、はい、コリアの方やられた。さっきと全然違いますね、今度はね。なんで出ないかな、必殺技。あ、やばい。あー、やばい。これな。あー、くそ、取れんかった。
あれ取って、ボーンって当てて、コンボ狙うんですよね。それが一番理想的なんですよ。あー、くそ、まだ取れんかった。まあ、コンボね、こだわる必要もないんですけどね。こだわると余計にこうね、調子悪くなって、なる時もあるから。さっきここで負けましたからね、一応、あれ、クイックセーブしときますね。はい。はい。さっきね、意外にもここでやられたからね、初めてですよ、アフリカに全滅させられたのは。ここはビリマナ入れちゃいけないんですよね、硬いから。あんな入れるなぁ。お、これでいいやん。はい。ボスもビリマナも入れてないから。うん。モッキー、ニパレレ、ミコンベ。下の3人が入ってるんですね。ここもできればね、圧縮シュートの方がいいんです。はい。ここで、ね、あれなんだ。中国とね、ちょっとね、なんつうのかな。中国のパターンとちょっと似てるとこありましてね。圧縮で当てるとすぐにね、受け取って、その圧縮シュートの返ってきたのでコンボ狙えるっていうね、パターンがあるんですよ。まあコンボ狙うのにとこだわることもないんですけど、それこだわると余計こうやってやられるっていうのありますもんね。そうそう、このパターンですよ、このパターン。こうやって当てられるんですよね。で、今の3回当てれましたね。3連鎖できました。こういうことが狙えるんですよ。うまくやればね。ファミコン芸人藤田さんは、こういう連、こういうね、コンボみたいなのをね、分かってなかったというか、あえてやってないのか知らないですけど、こういうテクニックを使ってなかったから、僕の方がうまいと思ったんですよね。あー、しまった。あれ当てれたらな、もうだいぶまあ、連鎖狙えたのにね、今。まあ、このゲーム点数とかないから別に連鎖狙ったから点数高いとかそんなんでもないんですけど、僕のこだわりですね、完全にね。その方がこう、爽快感があって楽しいんですよね。連打とか連鎖狙う方が。こうやってね、気持ちがいいんですよ。だからやるんですよね。こうやってやるんですよね。はいはい。今回うまくいきましたね。はい。この面とは中国はこれがでやりやすいんですよ、ね、一番。この連鎖がね。ソ連とか他の国はできないんですよ、この連打。連打というか連鎖ね。これ相当やり込んでる人しか見つけられないと思いますよ、このテクニックはね。あー、しまった。で、受け取った時にパコンって当てて、もう一回やりするっていうね。連鎖もここもしやすいし、やりやすいんです。今ちょっと失敗したけど。向こうが攻撃してきた時のこうね、タイミングでうまく連鎖を使えるっていう、使いやすいのがこのアフリカなんですよね。で、こうやってそう当てて、で、こうやってやるんですよ。これがこの面もやりやすいんですよね。うん。はい。まあ、なんなく勝ちましたよね。だからさっき負けたのは本当例外なんですよ。はい。次アメリカですね。ここはもうクイックセーブしといた方がいい。ここ強いんで、一番強いですからね、このゲームの。国の中ではね、一番難しいとこなんで、はい。ここはね、ジョンを入れちゃいけないんです。入ってないですね。はい。で、ここは一人もやられちゃいけないんですよね。そうじゃないと次の謎のドッジボール軍団の方に行けないので、はい。一人でもやられたらもうこれリセットですね。うん。リセットというか、ロードし直しですね、クイックセーブ。あ、しまった、取れなかった。一人でもやられたらもうリセットした方がいいです、ここは。で、ここはしかもね、さっき言ってたような連鎖テクニックもできないんですよね。ここはもう、あれとはもう、連鎖テクニック一切通用しない面ですから。ないんですよ、連鎖テクニックをね。できなくなってる。こうやってもう普通に必殺技を打って狙って、こう、 うまいことやるしかないんです、ここはね。連鎖テクニックできないから難しいんですよ、その分。
こうやってね、ま、こう、まあ、こうやってね、できなくもないけど、当てにくいんですよ。そう、こういう感じで当てにくいんですよね。逃げるのがうまいんですよ。うまいって、なんていうのかな。早いんですよ。ここの方が、敵逃げるのが。というか、国をやられてるからもうダメやん。ロードや、ロード。はい、ジョン入ってないね。はい。もう国をやられたの気づかなかったけどな、今。いつまにやられてたんやろ。あかんな、ボロボロですね。こんなクイックセーブとかするような感じじゃないんですよ、いつもなら。一発でね、クリアできるぐらいなんですよ。あ、やばいやばい。あの技強いんですよね、あれ。あれ、結構ね、受けにくいんですよ、あれ。うわ、やられた。やばいやばい。ここね、一番全滅しやすい面なんですよね。つうか、なんでヒロシが入ってんの？間違えて入れちまったんやな、これ。これリセット、リセット。ヒロシじゃダメですよ。かんな、調子悪いね、今日は。今日というかもう、アドバンス版自体がむずすぎるんですよ。ファミコン版と全然違う。もう別物ですね、これ、全く。見た目は同じですけど、別物になってる。めっちゃ難易度高くなってますもん。鬼難易度になってます。鬼畜レベルになってますもんね。超鬼畜、超難易度の高さになってる。ベリーハード的な感じですよね、難易度的にはね。外国版の難易度の難しいに近いかなと思います、この難易度は。よし、受けた。あれね、冷静にね、こう、なんつうの、構えて、なんつうのが、こう、冷静にこうね、受けるぞっていう気持ちで受けないと受けられない、あの技は。安易に受けようと思って受けられないんですよ、あの技はね。それぐらいね、難しいんですよ、加速シュートは。ああ、しまった。こっちも同じ技使えるんですよね。ウィリアムと同じ技。三つ広の必殺技と同じですから。ああ、取られた。敵の方が取るの早いんですよね、こういう弾とかも。こうね、外野の攻撃も地味に痛いんですよね。チク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 やられるから。これで結構ね、結構やられたりするんですよ。かなりヒットポイント減らしてしまうんですよ。地味に痛いんですよね、これ。敵の方が体力多いしね。で、連鎖もね、コンボとかもできないしさ、一番厄介な面ですよ。逃げるのうまいから、後ろからやってもね、間に合わないんですよね。だから連鎖とかね、コンボを狙えないっていう特徴があるんですよね、この面は。だから難しいんですよ。あー、くそ！なんで受けれんかった、今。よし、取れた。で、うまく避けるしね、あって、ああやって。受けるのも受けるしね。ここ一番難しいんですよ。やっと一人倒した。ああ、何したね。おいおい。あ、これは狙える狙える。これはちょうどいいパターン。ああ、クソ、当たらんかった。惜しいなー。動かない的に当てられないとは何という愚かな。あ、やばいやばい、今抜けられなかった。あ、もうダメや。リセットや。これ一人でもやれたらダメなんで。あかんなぁ。調子悪いなぁ。調子悪いというよりはね、難しすぎるんですよ。アドバンス版が難しすぎるんですよ。ファミコン版と全然違います。本当に。めっちゃむずくなってます。
これはね、全然違いますね。こんなにね、時間かからないですよ、普通は。一発でね、一発勝負でね、クイックセーブもなしで普通ならクリアできるはずなんですよ。それができないぐらいですから。何回リセット押せます？ほんと。もう自分としてもね、非常にボロボロでね、納得いってないですから。プライドズタズタですよ、ほんとに。当てにくいんですよね。なんていうのかな、ほんとアメリカ最悪ですよね、この目。難しいです。難しいね、特徴が揃っちゃってるんですよ。難しい条件が揃いすぎてるんですよ。コンボもできないし、敵は受けまくるし、避けまくるし、欠点が多すぎるんですよ。ほら、不利でしょうがないですよね、これ。これ、パスもね、テクニック、アメリカうまいんですよね。取れないんですよ、なかなか。ほらほらほら、難しいんですよ。ほら出ないしさ、俺。あ、やばいやばい。あんな何でもない雑魚のシュートでもやられるんですよね、結構ね。で、結構ナッツシュート受けられやすいですよね、なんか知らんけど。意外と命中率悪いんですよね、ナッツシュートって。で、また防御力も結構強いんですよ、アメリカって。必殺シュート当てても14とかですから。あー、やばいやばい。いかんな、こんなんじゃなぁ。あー、やばいやばい。で、結構ね、なんでもないシュートでもね、威力あるんですよ、向こうは。攻撃力高いんですよ。あ、死んだ。もうダメや。あかんなぁ。こんなにやり直しさせられるの珍しいですよ、ほんと。あかんなぁ。今日全然ダメですね。今日というかもうアドバンス版が難しすぎるんですよ。いやもうほんとなんか納得いかないですもん、全然。ほんとは一発でクリアしたいとこなんですけど。ほら、なんでこんなに受けるかな。あかん、全然ダメやな。こんなんね、こんなの見ててうまいって言われても、うまいの、うまいと思えないよな、誰も。どこがうまいねんと思われるだけやんね、これ。子供の頃は本当にうまかったんですよね。今は下手になってると思います、かなり。相当おでこつてますからね。あ、やばい。なんか受けられないもんな。なんか知らんけどね。昔より受けられなくなってるな。ほら、こんななんでもないショートも食らっちゃうからね。やっぱ下手になってるな。歳ですよ、完全に。やばいやばい。これね、ずっとやっててもクリアできない気するもん。それぐらいの難しくなってるもん。あ、もう親帰ってきてっちゃったしな。中途半端のとこで。
でもめっちゃ取られるし、ボールもさ。ああ、もう帰った。ダメだ。親も帰ってきちゃったんで、ちょっと中途半端で、ちょっとアメリカクリアできなかったんですけど、まだ次回ちょっとまた続きって感じになりますかね、これね。いやー、なんか悔しいな。非常に納得いかないですね、これね。またちょっと次回やりたいと思います。はい。ご視聴ありがとうございました。もしよかったら YouTube もしくはニコニコ動画のチャンネル登録をお願いします。やりたいと思います。はい。ちょっとアナログテレビなんで、ちょっとレーザーが発すると思いますが、ご了承ください。はい。まあ、前回の、ステートセーブしてたんで、はい、ロードしますね。はい。はい。いや、もうこれ以上の条件のいい状態はないんで、これでも負けるようならどうしようもないってことですね。はい。これね、ジョンを入れちゃいけないんです。あ、ジョン入ってないですね。はい。さあ、これでどうなるかやってみたいと思います。これ、クニオとウィリアムの体力がちょっと見えづらいですね。隠れちゃってますが、そこはしょうがないかな。はい。あ、それでも食らうなぁ。いけるね。あ、出ない。うわ、圧縮やってきやがった。しかもね、敵もちょっと防御力強いんですよね。熱血高校より、熱血高校はね、必殺技食らったら20とか食らうんですけど、向こう14とかですからね、防御力も強いんですよね。うん、あ、やばい、あんな全部食らってんな敵の仕事。いや、一番いい条件にやっててもこの邪魔ですからね。しかもこっちの必殺技全然出ない。あ、死んだ。もうダメや。もうダメですね。いやー、厳しいなー。全然変わってないですよね、前回の時とね。もう一回ロードです。はい。せっかく出たと思ったらね、受けられるんですよ。よしよし、ロイリアだった。うわ、きつい。いや、僕前回ね、本当にこのゲームうまいんですよみたいなこと言ってましたけどね。いや、今相当下手になってますよね。今回ちょっとまだ、さっきと比べたらまだいい方かもしんない。あー、やばい。よくはないか。食らってるもんな、結構。ダメージは結構与えられてるだけで、こっちが結構やられてるから、結局あんまり良くないな、条件は。いやね、これ実際ね、ファミコン版だったら20分ぐらいで、30分もしないうちにクリアできるんですよね、難しいでも。今回これ1時間以上かかってて、クリアできてないわけですから、えらい違いですよね。初めてですよ、こんなテクだったの。ひどいですよね。多分ゲームボーイアドバンス版はそれだけ難しいってことですね。これ違うメーカーですもんね、実際は。あ、テクノスジャパンじゃないですもんね。アトラスが移植してるから違うもんですよね、おそらく。そのまま移植してない気がするんですよね。ちょっといじってる気がします。難易度設定。あ、もうやられたらダメや。はい。もう一回ロード。あ、ジョン入ってるやん。ダメやん、ダメ。ジョンは絶対入れちゃいけないね。防御力強いんでね。いやね、僕のね、友達がこの動画見てね、いや、多分もうアメリカクリアできないなって言われたんですけど、確かにそうかもしんないです。無理だな、これっていう感じで言われちゃったんですけど。
ダメだ。このざまじゃダメや。あ、ちょっとね、後でね、これやった後、ファミコン版を改めてやって、ちょっと見比べてみたいと思うんですが、難易度のね、違いをね。ファミコン版だったら30分しないぐらいでクリアできるんですよね。しかも、ノーミスでクリアできるんですよ。それぐらいの僕実力持ってるんですよね。しかも1回や2回じゃなく何回もね、僕ノーミスでこのゲームをクリアしてるんで、それぐらいの実力はあるはずなんですけど、それでもゲームアドバンス版でやるとこのざまなんで、えらい違いだなと思うんですよ。絶対これ難易度いじってるよな、アトラスは。アトラス製ドッジボールなんで、もう別物になってる感じしますよね。あ、クソ、なんで受けられへんかな。B ボタン押してんのにな、全然間に合ってないんですよ。あ、クソ、当たらん。あ、クソ、なんであんなのが当たらんのかな。当たらんとか受けられへんのかな。あれぐらいのシュートはね、受けないとね、やられますよ。今回は結構敵にダメージ与えられてるけど、ほら、こんなんも食らってるんだもんな。 B ボタン押してるけどな。あぶね。あかん、今のコンピューターやから食らってたな。あぶね、クニはもう1しかないねんけど。あぶね。あ、取られた。あー、やばい、ダメだ。うまいことしてクニを狙われたな。いや、確かにちょっとこれ無理ですね。無理ゲーの難易度になってるな。何回やってんのこのロード。しかも全然当たらへんし。でもね、デジタルテレビでやってる時よりはマシな気がするんですよね。デジタルテレビの時はもっとボコボコだったと思うんですよ。ちょっとマシになった気がしませんか。うん、アナログテレビでやってる方がね、結構相手にも攻めてるし、それだけね、違うんですよ。違いがあるんですよね。アナログテレビでやるとだいぶね、有利なはずなんですよ。デジタルテレビの方がね、もっと手こずってましたからね。出ない。こうやって取るんですよね。なるべくね。あ、くそ、今 B 押してたけどな。これね、皆さんね、一応クリアするまでやめませんからね。やりますからね。ずっと続けますからね。ずっとこの動画になる可能性もあります、今日ね。クリアするまでやります。どれだけかかるか分かりませんけど。あ、ダメだ。いや、これ外国版よりむずいかもしれんな。ファミコン版の外国版のクニオくんもかなりの難易度高かったんですけど、あれはでもね、ある程度やってたらクリアできたんですよね。やばい、あ、終わった。ダメだ。そんな、いや、もうこの違いなんでしょう、この難易度の違い。分かんな、普通のボール受けられんようじゃな、ダメやな。ただ敵のヒットポイントもね、こっちの2倍ぐらい多いんで、
ドッジボールはこんな難しいと思ったことあんまりないんですけど、ファミコン版はね。GBA 版は全然難しいなぁ。熱血高校がこんな弱いって感じるのはね、初めてかもしれないですよ。弱すぎますよ。あ、やばい。まあ、実質でもね、熱血高校はヒットポイント、体力ゲージはね、花園高校に次いで少ないんで、まあ、インドも少ないですけど、インドは防御力高いんでね。実際体力ゲージはインドが一番少ないんですけどね。あの防御力高いので、そう考えれば、まあ、結局は、花園高校の次に、こうね、弱いチームは熱血高校ってことになるんですよね。もう技も出ないからなぁ。うわ、分裂シュート出してくるのね、あれも。雑魚がね、必殺技出してくるっていうのはね、結構、ファミコン版はここまでね、やってこなかったりと思うんですよね。ボスぐらいしか必殺技ね、してこないイメージが強かったんですけど、たまにやってくるときあるけど、ここまでね、頻繁にやってこないですよね、ファミコン版の場合は。よし、帰ってきた。テクニックは必要ですよね。連鎖、それでも死んでないもんな。やっと倒した。よし、受けた、ちゃんと受けた。今回はチャンスだと思うんですよね。ああ、何をし、ああ、死んだ。全然チャンスじゃなかった。惜しい、結構今の惜しいとこまで行った気がするけどな。あれ、ファミコン版だったらもう当たってますよ、あれ。こんな受けないですもん、ファミコン版は。ほら、こんな受けないですもんね。こんだけ出しててもね、当たんないんですよ。激ムズすぎでしょ。多分ね、これファミコン版のね、難しいの何倍も難しいですよ、これ。ベリーハードみたいな感じになってますもんね。ほら、全然当たらんもん、必殺技が。いや、僕、ファミコン版の難易度がね、難しいわね。手応えないなっていう思ってたんですよ。これは手応え逆にありすぎます。ありすぎて逆に困るぐらいの難易度や。よし、受けられた。あかん。これもう必殺ショートじゃないと敵にダメージ与えるの難しいっていうぐらいのレベルになってます。あー、くそ。あかん。必殺ショートでも当たってくんないもんね。てか、ナッツはなんか命中率悪い気するなー。他のなんかこの密輸の加速シュートで圧縮の方がまだ当たってくれてる気がするんですよね。ナッツでバーンってこれ当たってる率が低いような気がするんですよ。命中率が低いですよね、思ったより。あ、出ない、出ない。当たったって感じやもんな。
ね、圧縮の方がまだ当たってくれる可能性高いな。圧縮や加速の方がまだ当たる気がする。おー、危ね。そう、それでも受けるか。あー、くそ。なんかね、意外、なんか受けられないねんな。なんか知らんけど。やっとナッツ当たったけど。こっちも瀕死状態やからな。出ないな。これね、ウィリアムと同じ必殺技なんですけど、加速シュート。よし、受けた。遠くだったら受けやすいんですよね、あの技。近くは受けにくいんですよね。あー、なんでやねー。今、ピー押してたやん。くそ、あかんなまあ、デジタルテレビでやってる時よりはマシでなってるとは思います。デジタルテレビの時なんか全く立ち打ちできてなかったですもんね。やっぱね、アナログテレビの効果は強いですよね。そのアナログテレビとね、デジタルテレビのね、違いはどう違うかというと、わかりやすく言えば、ロックマンで言えばですね、イエローデビルをね、アナログテレビだと倒せるけど、デジタルテレビでやると倒せないっていう、それぐらいの違いがあるんですよね。うん。動体視力に差が出るんですよ。3連鎖いきましたね。はい。圧縮でやれば連鎖狙えるから、それでやるかな。ちょっとでもそれ、その方が条件がいいような気がする。あ、今帰ってこなかったな。あー、当たらんかった。くそ。よし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 。やばいやばいやばい。あー、くそ、起き上がってもうたやん。あー、もうね、圧縮やな。圧縮結構使えるな、やっぱり。連打狙えるから、連打っていうか連鎖狙えるから、うまくいけば。圧縮でいくか。圧縮作戦やな。あ、出なかった意味ないけどね。あ、くそ、やかった。あ、くそ、受けるな。あー、何しとんねん。おい、取られたやないか、おい。あ、でもね、パスミスもよくあるんですよ。よしよし、抜けた。一人もやられちゃいけないので、一人でも死んだらやり直しなんですよ。そうじゃね、次のね、謎のドッジボール軍団と戦えないんでね。そう、今のがランデーだったら死んでたけどな。当たってて。これね、こんな絶好のチャンスないので、ちょっとクイックセーブさせてもらえますか。一応ね。はい。これで勝てたら問題ないですけど。一番チャンスですよ、これ。今まで、うん、あぶね。よし、当たった。あー、しまった。あぶね。三つ広ちょっと気をつけないからな。1しかないから。あー、来るな。あ、クソ、出なかった。ああ、危ねえ。今3つより当たったら死ななくてよかったけど。
よし、倒した。危なかった。ようやくクリアしましたね、やっと。ただ、ミツル危なかったな、今もな。で、ここで初めてね、謎のドッジボール軍団が登場します。ここもクイックセーブさせてもらいます。ここも強いと思うんで。ファミコン版だったら弱いんですけど、おそらくゲームアドバンス版強いと思うんでね。はい。ここでもめっちゃ手こずる気がするんで。防御力は敵の方が強いんですよね。こっちよりね。同じ、それ以外の能力同じですけど、ヒットポイントも同じなんですけど、防御力はね、敵の方が防御力高いんですよね。設定としてね。アメリカと同じ防御力になってるんで、同じ熱血高校でも。まあ、アメリカよりはマシだと思いますけど、こっちの方がね。ヒットポイント少ないですよ、向こうの方が。向こうというか、アメリカよりはね、熱血高校だからね、ヒットポイントは少ないんで。アメリカほど手こずらないとは思いますけど。いやー、ようやくアメリカクリアできましたけど。えらい手こずったな。これデジタルテレビだったら僕多分ね、何回やっても無理だったような気がします。無理な気がします。はい。アナログテレビにしたからなんとかね、クリアできたような気もするんですよね。それぐらい違いがありますからね、アナログテレビとデジタルテレビはね。一番いい条件でやってるんで、これ以上の条件ないですから。あ、じゃなかった。ミツイルはもう倒せるんで、向こうの。あ、死んだ。ミツイルは死にましたね。やっぱね、アメリカと比べたらまだこっちの方がマシですよね。熱血高校の方が。でも受けるな、受けるな。あ、しまった。あ、マスク取られた。ここはまあ別に一人ぐらい死んでもいいんですよ。ここはね、クリア。さえできれば別に一人ぐらい死んでもしょうがないので、死んだら死んだら別にね、いいんですけど。まあ、なるべくノーミスでね、目指せれば、それが言うことないですけど。ここはアメリカと違ってね、一人死んだらダメとかそういうことはないんでね。クリアさえすればいいんで。あ、でもだいぶでも余裕ですね。余裕というか、こっちは大丈夫そうですね、なんか。クリアはできそうな気がします。はい、あとクニオだけですからね。だからクニオのナッツが怖いからな。出ない。ナッツでも売ってこないですね、向こう。あ、いけそうですね。熱血はなんとかなりそうですね。足攻撃ようやってくるなあ。受けた。もう向こう瀕死状態ですけど、ね、あー出ない。あ、でも倒しましたね。はい。まあクリアできましたけど、えらい手こずれましたね。はい。まあエンディングは多分同じだと思いますけどね。一応ゲームボーイアドバンス版クリアしましたけど、いやー難易度高かったな。アトラス製のあれですね、ドッジボールって感じですよね。異色じゃないですよね。完全に別物になってます、難易度的には。ゲーム内容は全く同じですけど。これエンディングでアトラスって出るのかな。どうなんでしょうね。
いや、でも良かったです。もうずっとエンドレスでこれね、アメリカとずっと戦うってなれば、皆さんもね、ちょっとね、もう飽きてくるでしょうけど。まあ、さすがにアトラスとは出ないか。はい。で、まあ、こういう感じですね。はい。じゃあ、このアドバンス版、これで終わります。はい。こう閉じる、はい。今回、だから、アドバンス版もう一回やりますけど、一回でゲームオーバーになったら終わりにします。はい。ファミコン版やった後の、また検証なので、もし、クリアまでやるんじゃなくて、もうさっきクリアしてるから、今回は、もうゲームオーバーになったら終わりにしますんで、改めて検証プレイってことになりますんで。まあいや、慎太郎でも、はい。はい。今度アドバンス版ですね。アドバンス版はもう、この、花園高校でも2回全滅したぐらい強かったんで、今回はどうかってことに感じですね。お、当たってくれた。あ、しまった。あ、しまった。お、当たってくれた。あら、今回弱いな。たまたまか知らんけど。今回弱いな。全然ちゃうやん、前やったときと。もう力死んでるからね。ボス先に倒しちゃってるから。あ、しまった。でも、ウケるなぁ。ウケるね。これファミコン版よりウケるのはやっぱウケてる気がする。敵の方が。これアキラやったら死んでたけどなぁ。やっぱアキラに添えた方が良かったな。ああ、なんなくクリアできましたね。はい。はい、今回はゲームが鳴ったら終わりにするんで、どこまでいけるかって感じのプレイになると思います。はい。アドバンス版とファミコン版の難易度の違いを検証してるってことですね。はい。まあ、アメリカまでいければ満足ですけどね。アメリカの方が多分ね、一発でクリアするのは厳しいと思うんで。こっちの方が圧倒的に難しいんで、ファミコン版より。ちらつきがあれやな。ここまあ一番弱いぐらいのチームなんでね。あ、出ない出ない。ここ防御力もそんな強くないしね。防御力も弱いんで。あ、出ない。これ当たんないから大丈夫。あ、欲しい。まあ、さっきのボス死にましたけど。はい、クリア。はい、難なくクリアできましたね。はい、今度インドはムハマド入れちゃいけないです。
ハマの硬すぎるからね。硬いつうかもうしつこいね。よし。あー、ムハマド入れてるな。ダメだ、ムハマド絶対入れないでほしい。ボスいなくてもムハマド入ってるのはちょっと鬱陶しい。あ、これでいいや。はい、ここはもう圧縮シュートを使っていきますね。あ、また受けられた。おお、ボボボシュートやってきた。あ、パスか。ボボシュートしてくるんかと思ったけど。よしよしよし、帰ってくる帰ってくる。あー、クソ、出なかったやん。出なかったら意味ないやん。よし、その代わりこういうね、こういうことができるわけですよね。はい、コンボが狙えるんで、うまいこと応募シュートでね、あれすれば。応募シュートじゃないわ、圧縮シュートでね、コンボを狙えると。クソ、せっかくあれしたのにもう受けられん、ボールが受けられんかったから、せっかくあれ当てられんかったやん、連発で。あー、しまった。あー、怖い。ちょっと怖いんですよ。まあでもインドも一応クリアできそうな感じはしますけど。パーショット。このボスと同じオブシュートがね、この新一もできるんですよね。あ、出ない。こうやってね、取るんですよ。同じシュートですね、これね。当たんなかったけど。あぶね。あれ、近くだったらね、当たりやすいんですけど、遠くだったら受けやすいんですよ、あのシュートはね。足がしびれてきたな。そうそうそう。当たる、近くだとね、食らいやすいんですよね。ちょっとフェイントみたいなとこがあるんで、スピードは遅いけど、とフェイントみたいな、なんていうのかね、ある特徴があるんですよ、このシュートは。なるべく遠くで受ける方がいいんです。はい、よし、倒しました。はい、アイスランドですね。貫通シュートが有効ですね。あ、出なかった。あー、やっぱワープシュートね。あー、しまった。ワープシュートね、あれも受けにくいんでね、かなりきついんですよね。よし、取れた。イギリスとアメリカとアイスランドがね、貫通シュートが有効っていうのは、ボスの顔が同じ顔ですよね。同じ顔の面というか、そういう特徴ありますね。
あ、惜しい。何が惜しいかわからんけど。あー、くそ。やっぱね。あ、なんかショートしてくんな、これ。やっぱね、圧縮やってくるか。貫通貫通。よし、いけるいける。よし、クリア。はい、クリアしましたね。はい。今度は中国は、ターウェイ入れちゃいけない。入ってるやん。これでいいな。はい。まあ、ここはそんな強くないから。負けることはないと思いますけどね。あ、しまった。くそ、出なかったな。まあ、倒せたけど。あ、しまった。当たってもうた。はい、終わりました。はい。なんか前回やった時より早くクリアできましたね。はい、ソ連ですね。マレンコほぐれちゃいけない。入ってないね。はい。はい。ここまで来ましたね。なんとかゲームオーバーになることなく。あ、やってくるな。あ、当たらんかった。はい。あ、しまった。パスするんですよね。あ、しまった。やばい。これやると癖になるんですよね。連続でやってくるんですよ。あ、しまった。圧縮してくるかと思ったら、ジャンプシュートじゃなかったか。あー、しまった。やばい。やばい、これやばいパターン来たな。あ、やばい、ちょっと待って。やばいパターン来た。あ、くそ。やっぱね、強えな、ソ連は。恐れてた通り強えな。国の方がいいんですよね、ソ連はね。あー、しまった。やばい。あー、国を死んだ。あー、くそ。やばいな。ここでやられる可能性高いな、これ。あぶね。あー、出なかった。やっぱね、侮れないな、ソ連は。当たらん。クソ、出ない出ない出ない。
危ない。くそ。くそ、出ない。あー、やばい。圧縮体、圧縮シュート体、圧縮シュートっていう感じ。やばいやばい。ハーハーしとんねんけど、こっち。あー、終わった。マジか、おい。これでゲームオーバーなんで終わりですね。でも、やっぱアウトバランス版の方が難しいな。やっぱりね。はい。ということで、はい。検証の結果、アドバンス版の方が難しいということが分かりました。はい。